ヒロムコールとヤマトコール、ついに触れ合う、ついに触れ合う。ヤマトの方がこのにこやかな表情で手を差し伸べる。額面通りに受け取るか。今度は左腕、さあゴングは鳴っています。戦いは始まっています。これは触れ合う喜びか、それとも相手への牽制か。サイドヘッドロックに取っていく。一番最初にヒロム選手がこのことを言った時からもう噛みついてましたよね。この場は新日本の狩り場じゃねえんだと。でもそういった噛みついていく姿勢はどこか剣王選手にもつながるものか。いやそうなの、そういうところでヤマト結構いいスパイスだなと思って。なるほど、うん、いや俺も本当ヤマトの意見、この意見は同じだと思ったよね。うん、やっぱり新日本軽くじゃないって、そう、はい、その通りだって。まあメジャーふざけんなとね。そうだよね、そういった反骨心隠そうともしません。でももちろん剣王選手、これヒロム選手のこの大会